次、調布とだけ一言書いてある人、調布の人。浪人生の皆さん、大学は天国というまやかしに惑わされないようにしよう。浪人時代はあの大学に入って、あれをしよう、これをしようと夢が広がり、それは将来へと続きます。しかし大学生、とりわけポチのような次第では、何でしても、もう末路は見えてしまっているのです。浪人をして成績が上がるのは1割ほど。いかに高校時代の学力を維持するのが精一杯なのだから、夢だけでも高く持ってください。大学合格は水物です。僕は文系で13連敗した後、理系にした途端あっさり受かりました。落ちるときはどんなにあがいても落ちるし、受かるときは少しの焦りで受かります。今僕のせめてのもといじゃない、救いでしょ、あんたこの字だからね、本当に受かる、残るものも受からない。僕のせめての救いは、あのときあっさり文系大学に入った友が今就職のないこと。それから理系に進まれる方、今のうちに女友達を作っておきましょう。理系学部には女の子はいません。いるのは女の姿をした化け物だけです。これですね。では大阪は八尾市の高木博次17歳。浪人を10倍じゃなかった浪人で10倍気を使う方。まず女子浪人生の入学後の三大恐怖。1. コンパで年を聞かれること。 2. 素敵な同級生が実は年下であることが分かった時。 3. 同級生が成人式に行った時なのだ。また一般の浪人生は繁華街を見向きもしないで通り抜けねばならない。重そうなカバンを肩からかけていなければならない。浪人生の皆さん、すぐに重そうなカバンを用意してくださいね。肩からかけて繁華街を走り抜けてください。それではこのコーナーのテーマ曲、川崎市の北村一郎くんからいただきました。1年生になったら、おはがきを読みたいと思います。ポッチ、何を気取ってんだ。カフあげるだけだろう、あんたのやることは。福岡県や私の名前がないぞ。ラジオマガジン12位おめでとうという方。そうなんだよ、ラジオマガジン12位になったんだ。皆さん投票してください。私もします、自分で。谷山ひろこ様、はじめまして。10月1日の放送で谷山のだって自分で呼び捨てにしてしまった。谷山ひろこのゾングブックなんてあるのというはがきありましたね。あります、あるんです。赤で書かないでください、惨めになるから。あるんです、谷山ひろこのソングブック。出版社は知らないけど、谷山ひろこ全曲集というのが一応あるんです。なんで一応また赤で書くんだ。1700円ですって。価格がお得ですね。逆に言うと安くしないと誰も買わないということだ。かなり厚いんですけど、目次がなんとあえお順、グラビアは2枚、それで表紙を含んで2枚。嘘でしょ、本当に表紙を含む2枚ちょっと少ないんじゃないか。堀ちえみの方なんかほとんどあれじゃないか。私分かった。それで頭に一風変わったシンガーソングライターとかむちゃくちゃ言ってる評論があります。あ、そう、私は実は知りませんね、それね。でもあんたね、全曲集だけじゃないよ、言っとくけど、谷山ひろこのソングブックっていっぱい出てんだよ。知らないかもしれないけど。あ、もう一つ読みたいと思います。神奈川県厚木市の、尾又久志くん。赤い背表紙とミスが多いので有名なドレミ楽譜出版社からいいのか言っちゃって、谷山ひろこ楽譜全集、猫の森には帰れないから時の少女まで全曲集裁、267ページ1600円でちゃんと出てます。あー、全曲集じゃん、2冊出てんじゃない、すごいじゃん。もうほとんど松田聖子の世界だね。
他にもですね、他にも全曲賞だけじゃないんだよ、聞いてくれる、誰も聞いてない、マリアちゃんそっち向いて喋んないでくれる、いいもんね、出てるんです、あのね、LP が出るごとにちゃんと曲賞が出ててね、写真がたくさん載ってるのだってあるんです。ですから皆さん、谷山ひろ子の楽譜集、もしお店に売ってなかったら首をかかないポチは、注文すれば必ず届きますからね、今までないないと言ってた人も本屋さん、レコード屋さんで注文して買ってください、写真も盛りだくさんよ。次は秋田のひろ子に3000円で一晩一緒に過ごされなるようになってしまった都会人という人、嘘ですよ皆さん、秋田の都会人だあんたね、もうすっかりおばんですね、ひろこさんは。さて今日の新聞に、定位置の B クラスにすっかり落ち着いている太陽が一丁前にファン感謝デーという5位になったお祝いをするそうです。11月14日そのゲストに高坂みゆき、長谷直美とその他有名人が出るとありました。ひろこさんはあれだけ太陽太陽と騒いでいたのに出られないんですか。ベスト3のコーナーでは関根監督の声のテープまで流したのに出られないんですか。太陽コーナーもやったのに出られないんですか。まさかその他の有名人じゃないでしょうね。あのねその他の有名人です、言っときますけどね、私はね先週言ったんだ、秋田、おい秋田、先週ね一番最後に言いましたが、11月14日の横浜球場の太陽ホエールズのファン感謝デーに谷山ひろ子が出ます。玉置浩さんと一緒に、ファンと選手の野球大会の解説からかなんかをやることになってますのでね、その他の有名人の一人として出ますのでね、ファンじゃない人も谷山ひろ子の応援をしにですね、ここら辺がせこいですね、考えが、ぜひ横浜球場に集まっていただきたいと思います。それではもう一枚を見たいと思います。足立区の田中徹君、ひろこさん聞いてください、我が都立上野高校バドミントン部ははっきり言って変態だらけです。校庭で抱き合う1年生や、かっこもちろん女生徒です、かっこ、風呂で湯船にダイビングする男、部屋の中でお尻をさらけ出して見せびらかすき、捨てたってキッ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 、女たらしと言われて泣き出す情けない 2年生、最近は他のクラブにも避けられて、文化祭の準備にこき使われるためだけにあるという実に恥ずかしいクラブです。あーなるほどね、バドミントンって聞いただけでなんか陰湿な感じしますもんね。その上都立、しかも上野、あのラーメン屋でゴキブリが上から、ネズミが上から降ってくるという上野ですからね、もう大体姿が見えますけれどもね。それではコマーシャルです。いい女のコーナにとってのいい女、あなただけのいい女を送っていただくいい女のコーナーがやってまいりました。突然上品な感じの口の聞き方になりますが、まずは山口県は下関市の、河野哲也くん13歳。いい女とは顔は普通でいい、背は男より少し低くて、男を呼ぶときに下の名前にくんをつけて呼んでくれる人。あ、くんってよく男の人嫌がりますけどね、なんとかくんっていうの。13歳ぐらいだとかえっていいのかもしれないですね。年上に憧れがあるのかな、13歳かわいいな、お姉さんがここにいるわよ。ペンネーム夢咲アマンという方、京都かな、京都の方。二人で一緒に遊園地に行って、お昼になったので食事にしようかと言ったら、はにかみを浮かべながら、これ私が作ったのと言ってさりげなく弁当を差し出してくれる子。あー可愛いだろうね、確かにね、いいだろうね、なるほどね、弁当ね。次行きたいと思います。川崎の北村一郎君、ひろこさんおはよう、今日は僕だけのいい女を紹介しましょう。その人の名は田中久美子さんと言っても誰も知らない。ところは渋谷漫画書店から歩いて1分、観銀ビルの地下1階、朝日屋書店の単行本のコーナーに運が良ければいらっしゃいます。ひろこさんのように可憐で可愛いのです。久美子さん好きですよ。あのね、田中久美子さん、朝日屋の田中久美子さん、気をつけてください、川崎の変態男に気をつけるようにって触られますよ。
まだありますか。アブノーマル、ああポーチがアブノーマルをやりたがってやりたがって、本当にもう新潟県の、ペンネーム、私はわしはひろこをあんなスケベに育てた覚えはねえ父よりという人。いい女とはアンネの日でも普段と変わらずに振る舞う女。僕は女性の外見や動作を見て今日はアンネの日ではないかと当てるのが得意です。この前彼女に対してそれについてしつこく追求したらぶたれてしまいました。後で考えてやっぱりあの日だったんだと確信が持てました。あんたどんな日だってぶたれるわよそれはね。わかるもんかね結構ね。わかる、よくね映るんだってね、あれアンネってね。女同士でね女子寮とか一緒に暮らしてるでしょ、匂いで映っちゃうんだって。で同じ日にみんななったりするってよく言いますけどね。よく知りませんけどね、本当かどうかはね。映さないように気をつけてください、女子寮の皆さん。千葉市宮の木町の有名希望の中島和也くん、ボーイフレンドと別れても昔のことを思い出し寂しい時には一人でに指で慰めてしまう。私こういう露骨な表現嫌いなんだよね。どうせならもう少し美しい言い方をしてほしかったな。これは本来美しいコーナーです。あなたにとってのあなたを胸に温めているいい女の美しいイメージをハガキに書いて送ってください。ここで伊丹哲也の新曲がかかるはずでしたが時間がないのでかかりません。コマーシャル。今日も一枚の写真を持ってきました。今日は男の人です。髪の毛は割と短くってすごく鋭い感じの顔をした人です。この人は名前が鈴木王子という人で職業は漫画家です。私が、世界中で一番好きで大事に思っている漫画家さんで、今まで放送であんまり紹介しなかったんだけどなんかしたくないなというすごく自閉的な気持ちになってて、すごく憧れている人です。高校生の時からもうこの人の漫画をほとんど全部読みました。なんかすごくマイナーな人なんだけど読んでると気持ちがこうキューッと痛くな、胸が痛くなってきてその場に突っ伏してしまいたくなる、もう何も言えなくなるようなそういう静かな漫画を描いている人です。高校生の時だったか、あ、二十歳ぐらいの時だったかな、ファンレターを出したんです。そしたらある日電話がかかってきて、今吉祥寺で飲んでるんだけど一緒に飲みませんかって言われたんです。私はもうすぐに飛び出しまして、夜でしたがね、タクシーに乗って高いお金出してもう胸が破裂しそうな気持ちで吉祥寺に向かいました。途中の暗い風景が全部その人の描いた絵になるんです。黒いマントを着た男の人がこう見え隠れしたり遠くで花火が上がったり、もうすごい夢のような世界に突っ込んでいく気持ちでした。鈴木おじさんに会って目がすごく綺麗な人で、で私が思ったより小柄で痩せていて神経質そうな人だなと思って、でも上がってしまってほとんど口をきけませんでした。私はファンレターに、王子さんの夜がとても好きですというふうに書いたら、僕の夜が好きなんだって、俺って言ったかな、好きなんだってね、どのぐらいあなたの夜は重いかなって言って、もうすっかり酔っ払ってたんだけど真夜中の、歩道でですね、いきなり私を抱え上げましてタッと走り出したんですね。ほんでバッと下ろして、うん、まだまだ軽いなとか言われてね、不思議な気分でしたけどもね。それ以来1年半に一遍ぐらいふっとした時に会って、こうなんかお酒飲んだりデートしたりするんです。で今でもすごく大事に思ってて、今でも口がきけません。ずっと私の夢の中にいる人です。最近会ったのは京都で、京都で同志社大学で講演会をやった時見に行って、で次の日に、半日一緒に京都を歩いてくれました。京都タワーに登って黙って京都の夜景をずっと長い時間見てて、すごくいい気持ちでした。もうこのまま消えてなくなってもいいと思うくらいいい気持ちでした。死ぬまで私の憧れの人だと思います。鈴木王子さんに捧げるために作った歌を聴いてください。地上の星座です。
間になってしまいました。毎週すごく早い間に時間が経ってしまいます。今日も読めないハガキがいっぱいあって読めなかった人ごめんなさい。ですね、今日読む予定で時間がなくなった人、まずは大津権左衛門の過去を教えてくれた大阪は淀川区の峰松浩二君19歳、これポチのことですね。ちなみにね、違うとか言って今更否定したって、もう過去のシミはじゃない、シミそばかすに。千葉県の郷弘明君、この子はですね、小林を送ってくれまして、布団が吹っ飛んだ、その2、草が腐ったっていう、もうどうしようもない、どうしようもないのを送ってくれました。北区は、佐藤俊之君、大塚駅北口前のマクドナルドに行くと必ず予備校生に会います。なんとなく、なんてことないんですけど、なんとなく暗い人ですね。それからですね、小樽みたいな田舎にコンサートに行くなというハガキをくれたのが札幌の原幸宏くんですね。これがなんと、私は小樽に行くんです。札幌を行かないで小樽へ行っちゃうというこのすごいマイナーさ。スケジュールは私の言いたいと思います。10月9日、もう明日ですね、所沢の防衛医大へ行きます。防衛医大、10月10日に北海道薬科大学、これが小樽なんですね。小樽の方集まってくださいね。20人ぐらいしか来なかったらどうしよう。10月15日は盛岡の伊藤楽器でファンの集い、10月17日は仙台 TBC ホールで同じくファンの集い、10月23日大阪厚生年金会館中ホール、10月24日順天堂大学東京ですね。10月31日は東京歯科大学、11月1日は学習院大学、11月2日は明星大学で、11月3日が東京電機大学と、こういう感じになってますので、谷山ひろ子の顔を見たいという方はぜひ集まってきてください。歌をたくさんたくさん歌いますのでね、本当に今日も読めなかった人、ボツになった人、1回目から1回も読まれてない人、くじけないでください。一応目は通してますしね、あなただけがボツではありませんからね。またハガキをください。今日のプレゼントは、ビートたけしさんの、なんだっけ思わず幸せになってしまいました、この本に谷山ひろ子のサインをして5名様、それからマッチの宣伝用のボールペン、これを1名様、それからゲストのサベアノマさんの本にサインをして4名様と、それからギャルコミのサベアノマさんの絵のついたバッグが4名様、以上ですね。プレゼントたくさんありますから、どんどんおはがきをください。宛先は郵便番号100東京都千代田区有楽町日本放送オールナイトニッポン谷山ひろ子の係です。これ言うの？なんかアホみたいじゃない、本当にうちのスタッフはアホばっかりに言うの本当に。それじゃバイビー。